皆さんこんにちは、ガジログです。今日は今ちょうどねその事象が発生しているんですけども、レドミスマートバンドプロとこのペアリングしているスマートフォンがずっとここですね、接続中になってしまって同期されない状態ですね。こういう不安定な状態になった時にどうしたら対処できるのか、元に戻るのか、参考になる情報になるかと思いますのでやってみたいと思います。これもですね、対処方法としては、接続がねずっと解除されてしまった場合、ここに今出ていますけども、ずっとねこれ接続中ってなってしまうんですね。で、困っていますよっていうふうに以前コメント欄でいただきました。で、これどのように対処できるのか、根本解決っていうのはできないかもしれませんけども、一旦ですね接続が完了できるようにする方法が見つかりましたので、それをご紹介したいと思います。今このようになってしまっているものはもう戻すことがちょっとできないんですね。例えばですね、一旦こう戻ってみてデバイスって戻っても変わってないですね。今一旦ですねアプリを再起動させてみましたけども、やはり接続中のまんま何も変わりません。これ困ってしまいますね。同期できない状態になってしまいます。じゃあこれどうしたらいいかなんですけども、この状態で再起動をかけてみたいと思います。ずっとぐるぐる回ってますね。はい、再起動が終わりました。同期中に変わりました。できましたね。はい、接続済みに変わりました。つまり解決方法の一つとして、これがね皆さんにとってうまくいくかどうかは分かりませんけども、接続中になっている状態でぐるぐる回っている状態で、こちらのレドミスマートバンドプロ本体のこの設定のところですね、でシステム、そして再起動やっていただくと同期に回復するってことになりました。そして今は接続済みになっています。これでね解決できればいいですね。これでも解決できない場合は、一旦ねペアリングを解除したりして、もう一度ね最初からリセットをかけるっていう形になるので非常に面倒くさいんですけども、初心に戻るというような感じになるかもしれません。これは皆さんねちょっといろいろ試していただければと思います。もう一度ね改めて言いますと、まず対処方法の一つとしては、くるくる回っている状態でシステムから再起動をかけていただくという形になります。これで対処できない場合はネットワークの解除ですね、この飛行機のモードにしていただいて、また再び戻して様子を見るという形になります。そして最終的にこれでもダメであればペアリングを解除するという、最終手段ですね、工場出荷状態に戻して最初からやり直すということになります。非常に面倒くさいかもしれませんけども、一つの対処方法として参考になれば幸いです。この動画を見ているという方は困っている方もいらっしゃると思いますので、無事に治るように願っています。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。